上田選手の移籍金が高騰。ついに決まりました。上田選手のフェーノールトへの移籍。契約期間は2028年6月までの5年間で、移籍金は約14億プラス出来高で最大約2億円。上田選手の市場価値は凄まじいスピードで高騰しており、ベルギーに移籍した去年7月に約 1.8 億円、5月に約 5.4 億、6月に約9億、そして8月に約14億とその勢いはとどまることを知りません。またもし上田選手がフェーノールトから他クラブに移籍した場合は、その移籍金の 20% がセルクル・ブルージュに手渡されると言われています。フェーノールトの歴代最高売却額は約39億円。その 20% は 7.8 億という大金です。コロンビアのルイス選手が30試合12得点の成績でリーズユナイテッドに移籍した時のもので、上田選手なら十分達成できるゴール数ですね。一方で気になるのが上田選手のライバルとなる、ワントップを務めるメキシコ代表フォワードヒメネス選手。先日契約を1年延長し、2027年まで在籍することになったこの選手とはプレースタイルも似ており、競争は避けられません。上田選手がレンジャーズに移籍したダニーロ選手の後釜という報道もされましたが、2列目には左利きの10番で監督の教え子であるステングス選手を獲得しました。オランダリーグの開幕は8月13日。たとえそこでポジションがつかめなくても、9月中旬のチャンピオンズリーグの試合はヒメネス選手の欠場が決まっています。上田選手にはなんとかそこでアピールをしてスタメン奪取をしてほしいです。クラブ史上最高額で獲得となった今回の上田選手の移籍、お金をかけた選手を実際にフェーノールトが起用するのか気になったので調べてみました。2010年以降の高額獲得ランキングはこちらです。獲得したシーズンの成績を見てみると、平均で26試合に出場しています。攻撃のポジションですので、できれば15ゴール以上、出場機会に恵まれなくても10ゴールは上田選手に期待したいところです。あとはチャンピオンズリーグでセルベット FC に所属する常本選手との対決が見れたら最高です。